スパイザーどもが若い女の子を連れ出しているな。彼女はライアンのスパイで、俺を探るために送り込まれたんだと思うが、もしこの考えが間違えていたら、何の罪もない女の子が殺されるってわけか。俺が正しければ、ぜひともそう願いたいもんだな。ここで配管を詰まらせていた原因を突き止めたら、どこにたどり着いたと思う？ラプチャーと全く反対側のあの青空市場だぞ。すぐに修理して新しいガスケットを据え付けておいたよ。しかし本当に汚かったな。とにかくもしメンテが必要になって戻ることがあったら、コードは0512だ。血の匂いがするのかな。もちろんだ。軽はずみに注入して己を滅ぼすことを選ぶ者がいるかだと、それも否定せん。だが私は不得することもなく、こう強いることはせん。グレートチェーンは英知と共にゆっくりと動く。我々の焦りが政府の不正中どもを引きつけるのだ。一度奴らを招き入れたら、町を侵食し潰し続けるだろう。
イレクトバルブを使ってマグマを水路に通すことができるはずだ。それができれば水はすぐに蒸発してコアに到達することができる。だがきっとライアンに気づかれるだろう。何かを感じているはずだ。だがその何かを特定できてはおらんだろう。ほんの少し考えてみれば、ある言葉が脳裏に浮かばんか。ノスタルジーさ。自然の摂理というものだよ。